X-Window System Logo X-Window System Core Protocol とは X-Window System の基本プロトコルである。X-Window System はビットマップディスプレイのためのネットワーク型ウィンドウシステムであり、ユニックス系などのオペレーティングシステムのグラフィカルユーザーインターフェースの基盤となっている。X-Window System はクライアントサーバーモデルに基づき、サーバーがディスプレイやキーボード、 マウスといった入出力ハードウェアを制御する。アプリケーションプログラムはすべてクライアントとして動作し、サーバー経由でユーザーや他のクライアントとやり取りする。このやり取りを規定するのが x ウィンドウシステムコアプロトコルである。他にも x ウィンドウシステムに関連したプロトコルはあるが、それらには x ウィンドウシステムコアプロトコル上に構築されたものと全く別個の ものがある。X コアプロトコルと呼ばれることもある。X ウィンドウシステム、コアプロトコルでは、パケットは要求、応答、イベント、エラーの4種類しかなく、非同期にネットワーク上を転送される。要求パケットはクライアントからサーバに何らかの操作を依頼し、結果としてデータを返してもらうものである。応答パケットは、 そのようなデータをサーバーからクライアントに返すためにある。イベントパケットはサーバーからクライアントにユーザーの操作やその他の事象の発生を知らせる。エラーパケットはサーバーからクライアントに対して要求パケットの内容を処理しているときにエラーが発生したことを知らせる。要求パケットによって応答パケット、イベントパケット、エラーパケットが生成される可能性がある。 しかし、それ以外では、プロトコル上は、パケットの送受信の順序は指定されていない。コアプロトコルへの拡張がいくつか存在し、それぞれに、固有の要求、応答、イベント、エラーパケットが定義されている。X は1984年、マサチューセッツ工科大学で生まれた。設計者、ボブ・シャイファラーとジム・ゲティスは、設計にあたっての原則として、コアプロトコルは、 気候を生成するものであって、ポリシーを生成するものではないとした。結果として、コアプロトコルには、クライアント間やクライアントとユーザー間のやり取りが、具体的には示されていない。これらのやり取りに関する規定は、別途行う必要があり、イシシシエムやフ e EDESKTOP.org の仕様が作成された。また、特定のウィジェットツールキットを使うことで、 必然的にやり取りが規定される。サーバとクライアント間の通信は、伝送路上でパケットを交換することでなされる。コネクションはクライアントが確立する。クライアントは最初のパケットを送信する。これには、使用するエンディアンプロトコルのバージョン、クライアントがサーバに期待する認証方式が指定されている。サーバは、コネクションを受け付けるか否かを示した応答パケットを、 送り返すか認証のためのパケットを送る。コネクションが受け付けられる場合、その後のやり取りでクライアントが使うべきデータを格納したパケットが送られる。クライアントとサーバのやり取りのレイコネクションが確立すると、クライアントとサーバ間で以下の4種類のパケットが交換される。要求、クライアントがサーバから情報を要求するか、サーバに何らかの実行を要求する。 応答、サーバへの要求に対する応答。すべての要求パケットに対して応答パケットが生成されるわけではない。イベント、サーバがクライアントに対してキーボードやマウスからの入力、ウィンドウの移動、リサイズ、前面への露出などのイベントを知らせる。エラー、要求が不正だった場合、サーバはエラーパケットを送る。要求はキューイングされるので、 要求に対するエラーは即座に返ってくるとは限らない。要求パケットと応答パケットは様々な長さのものがあるが、イベントパケットとエラーパケットは32バイトで固定されている。要求パケットにはサーバー側で受信した時点で蓄次的な番号が振られる。あるクライアントからの最初の要求パケットには1、2番目のパケットには2といったようになる。 この番号の再開ビットから16ビット分が応答パケットやエラーパケットに格納され、どの要求に対するものかを示すようになっている。また、イベントパケットにも同様の情報が格納されており、イベント発生時に処理中の要求パケットの番号が示されている。一般にグラフィカルユーザーインターフェースでウィンドウと呼ぶものを x ウィンドウシステムではトップレベルウィンドウと呼ぶ。 いわゆる親ウィンドウのサブウィンドウと呼ばれるウィンドウ内ウィンドウもウィンドウと呼ぶ。ボタン、メニュー、アイコンなどのグラフィカルな構成要素は実際にはサブウィンドウとして認識されている。ウィンドウの配置の組み合わせ。1は、ルートウィンドウであり、スクリーン全体に対応する。2と3はトップレベルウィンドウ。4と5は2のサブウィンドウ。 親ウィンドウからはみ出ている部分は表示されない。クライアントはウィンドウ生成を要求できる。より正確に言えば既存のウィンドウのサブウィンドウの生成を要求できる。結果としてクライアントが生成するウィンドウ群は一種の木を形成する。この木の根をルートウィンドウと呼び、サーバーが起動した時に自動的に生成される特殊なウィンドウである。他の全ウィンドウは ルートウィンドウの直接的または間接的なサブウィンドウである。トップレベルウィンドウはルートウィンドウの直接のサブウィンドウである。見た目で言えば、ルートウィンドウは画面全体と同じ大きさであり、他のウィンドウ群の一番背後にある。ウィンドウの内容は常に保持されるとは限らない。特にウィンドウが移動されたり、リサイズされたり、 他のウィンドウの影に隠れたり、完全に見えなくなったりすると、ウィンドウの内容は破壊される可能性がある。X サーバがウィンドウの内容のバッキングストアを管理していない場合は、ウィンドウの内容は失われる。クライアントはバッキングストアの保持を要求することができるが、サーバが必ずそうするという保証はない。したがって、クライアントはバッキングストアを当てにしてはいけない。 見える状態のウィンドウの中身が不明の場合、そのクライアントに対してイベントが送られ、内容の再描画が行われる。ウィンドウには一連の属性があり、ウィンドウの大きさと位置、背景画像、バッキングストア用品などの情報が格納されている。これら属性を調べたり、変更したりする要求パケットが存在する。ウィンドウはインパートートパートとインパーティンリーのどちらかである。 画面に表示され、何らかの内容が描画されるものは前者である。校舎のウィンドウは画面には現れず、入力を受け取るためだけに存在する。ウィンドウの外枠とタイトルバーは、ウィンドウマネージャーが作成するものであって、そのウィンドウを作成したクライアントは感知しない。ウィンドウマネージャーは、それらの部分についての入力も受け取り、ウィンドウのリサイズなどに対応する。 クライアントは一般にウィンドウマネージャーによるウィンドウの変化は感知しない。しかし、最近のウィンドウマネージャーの多くは、トップレベルウィンドウの親ウィンドウを、ルートウィンドウ以外に設定変更することが多く、この変更をクライアントが無視することはできない。X コアプロトコルの観点では、ウィンドウマネージャーもクライアントの一種であり、他のアプリケーションとなんだ違いはない。ウィンドウに関する情報は、 ツイニーフォープログラムを実行することで得られる。引数にツリーを付与すると、ウィンドウの親子関係をツリー形式で表示し、それぞれの識別子や位置データも表示する。ピックスマップとは、描画に使われるメモリ領域である。ピックスマップの内容がそのままウィンドウとして表示されるわけではなく、ピックスマップの内容がウィンドウに転送されたり、逆にウィンドウからピックスマップに内容が転送されたりする。 これにより、ダブルバッファリングなどの技法が可能となっている。ウィンドウ上で可能なグラフィカルな操作の多くは、ピクスマップ上でも可能である。ウィンドウとピクスマップを総称して、描画領域ローブルズと呼ぶ。描画領域の内容データは、サーバー側に置かれる。クライアントはサーバーに対して、描画領域の内容を転送してもらうこともできるし、逆に内容をサーバーに送ることもできる。 クライアントはいくつかのグラフィック操作を要求できる。例えば、領域の生成、領域のコピー、点、直線、多角形、テキストの描画などである。これらの操作はすべて任意の描画領域に対して実施可能である。グラフィック操作要求の多くはグラフィックコンテキストを含む。これは、グラフィック操作のパラメータを格納した構造体である。 グラフィックコンテキストには全景色、背景色、テキストのフォント、その他のグラフィックパラメータが含まれる。グラフィック操作を要求する場合、クライアントはグラフィックコンテキストを作成しなければならない。グラフィックコンテキストの全パラメータがグラフィック操作に影響するわけではない。例えば、直線描画要求ではフォント指定は影響しない。 x コアプロトコルではサーバー側のフォントの使用を扱う。その場合のフォントはファイルとして格納されており、サーバーはローカルなファイルシステムに直接アクセスする場合もあるし、フォントサーバーと呼ばれるプログラムにネットワーク経由でアクセスする場合もある。クライアントはそのサーバーで利用可能なフォント一覧を要求でき、フォントのロードやアウンロードを要求できる。 クライアントはフォントについての汎用情報を要求でき、特定のテキストを特定のフォントで描画するときに必要なスペースを問い合わせることもできる。フォント名は X コアプロトコルのレベルでは任意の文字列に過ぎない。X ロジカルフォントディスクリプションカンベンションスによりフォントの属性に対応した命名規則が規定されている。この命名規則では オプション的な属性も考慮するようになっている。ザルスフォンツプログラムはサーバーが格納しているフォントの一覧を表示する。ザフォンテッセルプログラムはフォントの字体を表示し、フォント名をコピーペーストで別のウィンドウに入力できる。近年ではクライアント側でフォントを用意することが多くなり、サーバー側フォントの使用が廃れつつある。クライアント側フォントは、 クライアント側でレンダリングするもので、XFT やカイロライブラリーを使ったり、ジェンダー拡張を使ったりする。X コアプロトコルには、クライアント側フォントに関する規定は存在しない。Window、PixMap、フォントなどに関するデータはすべてサーバに格納されている。クライアントはそれらオブジェクトの識別詞を知っており、サーバにそれらについて要求する際に、名前として使用する。 例えば、クライアントがウィンドウを生成したいとき、サーバに対して識別子を指定して、ウィンドウ生成を要求する。その識別子は、後で、例えばウィンドウの描画字などクライアントからの要求で使用される。以下のオブジェクトは、サーバ側にあり、識別子を使ってクライアントから指定される。これらのオブジェクトを、リソースリソーシズと呼ぶ。クライアントが、 このようなリソースの生成を要求する場合、その識別子を常に指定する。例えば、新しいウィンドウを生成する場合、クライアントはそのウィンドウの属性と、ウィンドウに関連付ける、識別子を指定する。識別子は32ビット整数であり、最上位ビットから3ビットは常にゼロとされる。クライアントごとに識別子の集合を持ち、新しいリソース生成時に使用する。 この集合はサーバがコネクションの受理を知らせるパケット内で2つの整数としてクライアントに通知される。クライアントは指定された範囲から重ならないように識別子を選択して使う。ウィンドウ、ピクスマップ、p Fond、ColorMap、Graphic c について2つのオブジェクトが同じ識別子を持つことはできない。あるリソースが生成されると その識別子をクライアントが使い、サーバに対してそのリソースに関する何らかの操作を要求するときに指定する。操作にはリソースを変化させるものと、サーバからそのリソースに関するデータを得るものがある。識別子はクライアント内だけでなく、サーバ内で1位である。例えば、2つのウィンドウがそれぞれ別のクライアントが生成したものであっても、同じ識別子を持つことはない。 クライアントは識別子さえ指定できれば任意のオブジェクトにアクセスでき、例えば別のクライアントが生成したリソースも識別子が分かっていればアクセスできる。結果として同じサーバーに接続された2つのクライアントがあるとき、識別子によって1位にリソースが指定される。例えばあるクライアントが識別子0 x 1 e 0 0 0 2 1のウィンドウを生成し、 その番号 0x1200021、e、を別のアプリケーションに渡したとする。すると、その別のアプリケーションが同じウィンドウに対して操作可能となる。これは例えばゴストベの X 版で利用されている。ゴストベはサブウィンドウを生成し、その識別子を環境変数にセットしてゴススクリプトを呼び出す。ゴススクリプトは、 ポストスクリプトファイルの内容をそのウィンドウに描画する。リソースは、それを生成したクライアントがサーバとのコネクションをクローズした時に正常に削除される。ただし、コネクションをクローズする前に、クライアントから破壊を要求することもできる。イベントとは、サーバからクライアントに送信されるパケットであり、クライアントが興味を持ちそうな事象が発生したことを通知するのに使われる。 例えば、ユーザーがキーを謳歌したり、マウスのボタンをクリックしたなどの事象である。イベントは、ユーザーの入力だけではない。例えば、新たなサブウィンドウが生成された場合などにも、イベントパケットが送信される。イベントは常にいずれかのウィンドウに関連付けられている。例えば、マウスカーソルがあるウィンドウ上にある時にクリックした場合、そのイベントはそのウィンドウと関連付けられる。 イベントパケットにはそのウィンドウの識別紙も含まれる。クライアントはサーバに対してイベントパケットを他のクライアントに送るよう要,要求できる。これはクライアント間の通信に利用される。例えばマウスクリックで選択されたテキストをクライアントが要求する場合にそのようなイベントが使われる。そのイベントはその選択を保持しているウィンドウを制御している。 クライアントに送られる。エクスポーズイベントは、ウィンドウの一部の内容が破壊された領域が画面上見えるようになった時送信される。ウィンドウの内容はいくつかの条件が重なると、破壊される。例えば、ウィンドウが別のウィンドウに隠され、サーバがバッキングストアを保持していなかった場合などである。サーバがエクスポーズをクライアントに送信すると、 クライアントはその部分を再描画しなければならない。イベントの例、あるウィンドウ内でキーが謳歌されるとイベントが生成され、クライアントのイベントマスクの設定によってはクライアントに送信される。イベントマスクはクライアントが変更可能。多くのイベントはクライアントがそれについて興味があることを事前に表明していないと送信されない。これはクライアントが 必ずしもすべてのイベントを必要としないためである。例えば、キーボード入力は受け付けるが、マウス関連のイベントは受け付けないといった状況が考えられる。イベントには、クライアントが明示的に要求していなくても必ず送信されるものもある。クライアントは、ウィンドウの属性として、どのイベントを受け付けるかを設定できる。例えば、エクスポーズイベントは、 ウィンドウの再描画が必要な場合に送られるが、クライアント側でこれを受け付けない状態にすることもできる。これは、ウィンドウのイベントマスク属性を適切に設定することでなされる。複数のクライアントが同じウィンドウのイベントを要求することもできる。その場合、クライアントごとに異なるイベントマスクを設定できる。例えば、あるクライアントはキーボードのイベントだけを受け付け、 別のクライアントがマウスのイベントだけを受け付けるといったことが可能である。サーバは各ウィンドウについてクライアントごとのイベントマスクを保持できるようになっている。ただし、ウィンドウごとに一つのクライアントにしか送信できないイベントも存在する。ゼブプログラムはウィンドウに対応したイベントを表示する。特にゼブ IDWIT id とすれば指定した。 識別シュウィットに関わるイベントをすべて表示する。以下は黒い四角形が描画されたウィンドウを生成し、キーウォーカで終了するクライアントとサーバー間のやり取りを例示したものである。この例では、クライアントの要求が応答を必要とするものではない、ため、サーバー側から応答パケットは送信されない。ただし、エラーパケットが生成される可能性はある。 クライアントがサーバとのコネクションを開き、使用するバイトオーダーを指定した初期パケットを送信する。サーバがコネクションを受理し、適切なパケットで応答する。このパケットには、ルートウィンドウの識別子とこのクライアントが扱える、識別子の範囲などの情報が格納されている。クライアントが、 識別指令 X0020000 でデフォルトのグラフィックコンテキスト生成を要求する。クライアントがトップレベルウィンドウの生成を要求する。この時、識別指令 X00200001、サイズ200200 200、1などを指定。クライアントがウィンドウ 0X002001 の属性変更を要求し、興味のあるイベントとして、 エクスポーズとキープレスを受け付けることを宣言する。クライアントがスレイレイ w 0 x 0 0 2 0 0 0 1の画面表示を要求する。ウィンドウが画面に表示され内容を描画しなければならなくなるとサーバークライアントにエクスポーズイベントを送信する。このイベントを受けてクライアントはスレイレイ w 0 x 0 0 2 0 0 0 1と g r a p h i ックコンテキスレイレイ t 0 x 0 0 2 0 0 0 を指定して、パリフィルレクタングル要求を送信し、四角形の描画を要求する。このウィンドウが別のウィンドウに追われ、再び前面に戻った場合、バッキングストアをサーバーが保持していないと、次のようになる。サーバーがクライアントにエクスポーズイベントを送り、ウィンドウを再描画する必要があることを知らせる。クライアントは、パリフィルレクタングル要求を再度送信することで、 ウィンドウを再描画する。キーが謳歌されると、次のようになる。サーバーはクライアントにキープレスイベントを送り、ユーザーがキーを謳歌したことを知らせる。クライアントは、それに適切に対応する。プロトコルレベルでは、色は32ビットの不合な姿勢数で表され、ピクセル値と呼ばれる。以下のような要素から、色の表現が影響を受ける。色深度、カラーマップ色は赤、緑、 青の強さで表したテーブルビジュアルタイプ蒸気テーブルを使ってどう色を表現するかを指定したもの最も容易な場合、カラーマップは各項に RGB の値が格納されたテーブルとなる。ピクセル GX はそのテーブルの X、行目の色を意味する。クライアントがカラーマップの内容を変更できる場合、この表現方法はスドカラー、ビジュアルクラスである。 スタティックカラービジュアルクラスでは、クライアントがカラーマップの内容を変更できない。ビジュアルクラスは全部で6種類存在する。それぞれ RGB 値とピクセル値の対応付け方法が異なる。そのうち2つが上述のスドカラーとスタティックカラーである。他にグレースケールとスタティックグレーがあり、これらは白、黒、灰色のみが表示可能である。 残る2種類のビジュアルクラスはこれらとは異なり、ピクセル値がそのまま RGB 値に対応している。この場合のピクセル値から RGB 値への変換は次の通り、ピクセル値をビット列として見る。このビット列を3つの部分に分割する。それら3つの部分がそれぞれ整数として認識され、それぞれ異なる3つのテーブルのインデックス値として使われる。この場合、 カラーマップは赤、緑、青の光の3原色それぞれに対応した3つのテーブルで構成される。結果として得られるのは3原色それぞれの強さである。このような表現を使うビジュアル、クラスとしてダードカラーとトルーカラーがあり、前者はクライアントがカラーマップを変更でき、後者は変更できない。いずれの機構でも色をピクセル値で表現するには追加のパラメータが 必要である。それらパラメータがビジュアルタイプとして集約されており、ビジュアルクラスの種類、その他のパラメータが格納されている。X サーバには利用可能なビジュアルタイプが固定個存在し、それぞれに識別子が割り当てられている。その識別子は32ビットの不合な指定数だが、リソースやアトムの識別子と重なっていても構わない。クライアントからのコネクションを受理したとき、 サーバーが送信するジュリパケットには一連のブロックが含まれ、各ブロックは一つの画面に対応している。各画面に対応したブロックは、さらにその画面でサポートしている色深度ごとのブロックに分かれている。色深度ごとのブロックは可能なビジュアルタイプのリストを含む。まとめると、各画面には複数の色深度が対応し、その色深度ごとに複数のビジュアルタイプが対応する。 あるビジュアルタイプは異なる色深度の複数の画面で使える場合もある。それぞれのビジュアルタイプについて、ジュリパケットには識別子と実際のパラメータが格納されている。後でこの情報を要求できないので、クライアントはこの情報を格納しておく。さらに言えば、クライアントはビジュアルタイプを変更したり、新たに生成したりできない。新たなウィンドウ生成の要求時、 そのウィンドウの色を表現するのに使う色深度とビジュアルタイプの識別子を指定する。カラーマップはその画面を制御するハードウェアがカラーパレットを使っているかどうかとは無関係に使われる。ハードウェアがパレットを使う場合は常に制限されたカラーマップがインストールされ無制限にピクセル値と RGB 値の対応付けを増やすことはできない。クライアントはサーバーに対して カラーマップのインストールを要求できるが、その場合、別のカラーマップのアンインストールが必要となる。これは、画面を見た時、アンインストールされたカラーマップを使っていたウィンドウの色が変に表示されるという結果をもたらす。この問題は、標準カラーマップを使うことで解決する。標準カラーマップは、ピクセル値と色の事前に決められた対応付けをする。このため、 異なるアプリケーション間で標準カラーマップを共用することが可能となっている。カラーマップ生成はイシ、e、シ CM で規定されている。標準カラーマップはイシ、e、シ CM でも規定されているし、ザリブ仕様にも定義されている。アトムとは文字列を表す32ビット整数である。文字列が任意の長さであるのに対してアトムは常に32ビット整数であり、プロトコル設計者は 文字列を短い固定サイズで表すためにアトムを導入した。アトムは短いため同じ文字列をパケットとして何度も送信するような場合に利用される。これによってネットワークの利用効率が向上する。アトムはまたイベントパケットのような固定サイズのパケットで利用される。正確にはアトムはサーバーが保持する文字列の識別子である。リソースの識別子に似ているが、 二つの点で異なる。まず第一に、アトムの識別子はサーバーが設定するのであって、クライアントは指定できない。つまり、クライアントが新たなアトム生成を要求するときは、サーバーに文字列を送信するだけであり、識別子は指定しない。サーバーはその文字列に識別子を割り当て、クライアントへの応答パケットでそれを返す。第二に、アトムは特定のクライアントとは関連しない。 アトムは生成されると、クライアントが終了しても存続し、サーバーが終了するまで残る。アトムは識別子であるから、1位である。しかし、アトムとリソースの識別子は同じになることがある。アトムに対応した文字列は、アトム名、アトムネームと呼ばれる。アトム名は生成後に変更することはできないし、2つのアトムが同じアトム名となることもない。したがって、 アトム名はアトムを指すのにも使える。アトム ABCD といった場合、正確には文字列 ABCD に対応するアトムあるいは名前が ABCD のアトムを意味する。クライアントは新たなアトム生成を要求することもできるし、ある文字列のアトムを要求することもできる。事前定義されたアトムもある。アトムは様々な用途で使われ、 主に同じサーバに接続した複数のクライアント間の通信でよく使われる。特に、工述するウィンドウのプロパティに関連して使われる。サーバ内に保持されている全アトムの一覧は、ザルサトムズプログラムを使って表示できる。特に、このプログラムは、それぞれのアトムとその名前を表示できる。各ウィンドウには、事前定義された属性群とプロパティ群があり。 サーバにすべて格納され、クライアントからは適当な要求でアクセスできる。属性はウィンドウに関するデータであり、サイズ、位置、背景色などがある。プロパティはウィンドウにアタッチされた任意のデータである。属性とは対照的にプロパティは X コアプロトコルのレベルでは何の意味もない。クライアントはウィンドウのプロパティとして任意のデータを格納できる。 プロパティには、名前、データ型、値がある。プロパティは、命令型プログラミングにおける変数に似ていて、クライアントが、名前とデータ型を指定して生成でき、任意の値を格納できる。プロパティは、ウィンドウに対応しているため、同じプロパティ名を、複数のウィンドウそれぞれで使い、それぞれ異なる型の異なる値を格納できる。プロパティの名前、データ型、 値はすべて文字列である。より正確に言えば、これらはすべてアトムであり、サーバに格納されている文字列に対応していて、クライアントからはその識別子でアクセス可能である。クライアントはあるプロパティに対して、その名前を格納したアトムの識別子を使ってアクセスする。プロパティは主にクライアント間通信に使われる。例えば、 WM ネームという名前のプロパティには、ウィンドウの名前が格納される。ウィンドウマネージャーは、一般にこのプロパティを読み、タイトルバーに、ウィンドウ名を表示する。クライアント間通信には、ルートウィンドウのプロパティを使ったものもある。例えば、freedsktop.org のウィンドウマネージャー仕様によれば、ウィンドウマネージャーは、現在のアクティブウィンドウの識別子を、 ルートウィンドウのネットアクティブウィンドウというプロパティに格納するべきとしている。プログラムのパラメータを含む X リソースもルートウィンドウのプロパティとして格納される。そうすることですべてのクライアントがそれらにアクセスできる。ザプロッププログラムは指定されたウィンドウのプロパティ一覧を表示する。ザプロップルートとすればルートウィンドウの各プロパティの名前、型、値を表示する。 このキーが生成するキーコードは常に同じだが、キーシムズが異なる3つのシンボル、7が対応している。X ウィンドウシステムではすべての個々の物理キーに8から255の数が割り当てられていて、これをキーコードと呼ぶ。キーコードはキーを特定するだけであり、そのキーに印字されている特定の文字や用語の識別はできない。それら文字や用語は、 キーシムで識別される。キーコードは実際の一つのキーに対応しているが、キーシムは、例えばシフトキーなどの就職キーが同時に押されたかどうかに対応して決定される。キーが謳歌されたり、解放されたときサーバはキープレスイベントあるいはキーラリースイベントを適当なクライアントに送信する。これらのイベントには以下の情報が含まれる。 謳歌されたキーのキーコード現在の就職状態とマウスボタンの状態、キーコードがキーシムに変換される様子つまりサーバはキーコードと就職状態を特定の文字に変換せずに送信する。この変換をするのはクライアントの役割である。例えば、クライアントがあるキーとシフト就職キーが謳歌されていることをイベントで通知されたとする。通常このキーが A という文字を生成するなら、クライアントは、このイベントによって、文字 A を得る。キーコードから、キーシムへのクライアントでの変換には、サーバーが用意した代用表を使う。この表をどこか、全クライアントから参照可能なところに置けばよい。典型的なクライアントは、このマッピングを要求し、キーイベントの内容からキーシムへの変換を行う。ただし、 クライアントはこのマッピングを自由に変更できる。就職キーは、謳歌されると、他のキーの解釈を変化させる。シフトキーは、一般に、A のような小文字を A のような大文字に変化させる。他の就職キーとしては、コントロールキー、ALT キー、メタキーなどがある。X サーバーは、最大8種類の就職キーを扱える。ただし、各就職キーは、 必ずしも一つの物理キーに対応したものとは限らない。キーボードには同じ就職キーが複数個存在する場合があるからである。例えば、多くのキーボードには二つのシフトキーがある。これらのキーコードは異なるが、X サーバーはどちらもシフト就職キーと認識する。8個の就職キーについて、X サーバーはその就職キーと認識されるキーコードの一覧を持っている。 例えば、第1就職キーのキーコード一覧で 0x37 が記載されている場合、そのキーコード 0x37 に対応したキーを、X サーバーがシフト就職キーであると認識する就職キーと解釈されるキーのマッピングは、X サーバーが管理するが、任意のクライアントが変更できる。例えば、クライアントから f 一キーをシフト就職キーとして解釈されるキー一覧に、 追加することができる。このような修正を加えると F1 キーが第3のシフトキーとして機能するようになる。しかし F1 キーを謳歌した場合のキーコードはそのままである。したがって F1 キーを従来通りに解釈することもできるし、同時にシフトキーとしても機能する。X サーバーはマウスボタンについてもマッピングを管理し、使用する。ただし、ボタンは ボタン同士での入れ替えだけが可能となっている。これは左利きのユーザー向けに左端のボタンと右端のボタンを入れ替えるのに便利である。X モードマッププログラムはキー、就職キー、マウスボタンのマッピングを表示、変更する。グラブとはキーボードとマウスの全イベントを一つのクライアントに送信する状態である。クライアントはキーボードのグラブ、マウスのグラブ、 あるいは、両方のグラブを要求できる。サーバが、その要求を満たす場合、全キーボード、マウスイベントは、グラブしたクライアントに送られる。その間、他のクライアントはそれらイベントを受け取れない。グラブ要求時、クライアントは、グラブウィンドウを指定する。全イベントは、グラブしているクライアントが、グラブウィンドウに関連しているかのように送信される。しかし、他のクライアントは、たとえ、 グラブウィンドウを選択していてもイベントを受け取れない。グラブには以下の2種類がある。ポインタやキーボードが使えない状態の場合、それらが生成するイベントが球場でブロックされている。それらがグラブされるとイベントがグラブしたクライアントに送られる。ポインタイベントはイベントマスクの状態によっては捨てられる。クライアントはキーボードかマウスポインタあるいは両方について、 グラブ状態を確立できる。グラブ要求にはキーボードやマウスポイントのフリーズ要求を含めることもできる。グラブとフリーズの違いは、グラブがイベント受信者を変更するのに対して、フリーズはイベントの配信そのものを停止する点である。デバイスがフリーズされると、それが生成するイベントは急に格納され、 通常はフリーズ状態が解除された時に貯めておいたイベント群が送信される。マウスポインタのイベントの場合、イベント配信に影響を与える別の要素としてイベントマスクがある。これはイベントの種類ごとに配信するか捨てるかを指定するものである。グラブ要求にはグラブが確立していない状態でグラブしようとしている。クライアントにイベントが送られようとした時、 どうすべきかを指定するフィールドもある。特に、クライアントは、そのようなイベントを普通に送信してもらうか、グラブに従って送信してもらうかを指定できる。これらの状況は見た目にも異なる結果となる。例えば、クライアントが通常状態では、第一ウィンドウでキーボードイベントを受け取っていて、第二ウィンドウによるキーボードのグラブを要求したとする。イベントを第一ウィンドウに送信するか、 グラブウィンドウに送信するかは、グラブ要求のパラメータに依存する。クライアントは、サーバ全体のグラブを要求することもできる。この場合、グラブクライアントからの要求以外は受け付けなくなる。他にも、X コアプロトコルには、要求やイベントが存在する。まず、ウィンドウ間の親子関係に関する要求がある。クライアントは、ウィンドウの親の変更要求が可能である。また、 ウィンドウの親子関係に関する情報を要求することもできる。他にセレクションに関する要求があるが、これは主に他のプロトコルで扱われる。入力フォーカスやカーソル形状についての要求もある。クライアントは特定のリソースの所有者を終了させる要求もでき、サーバーはそのコネクションを終了させる。また、クライアントはサーバーにノップ要求を送信することもできる。 シェープエクステンションによって丸いウィンドウも生成できる。X ウィンドウシステムコアプロトコルは拡張性を考慮して設計された。X コアプロトコルには利用可能な拡張や拡張の要求、応答、イベント、エラーパケットをどう作ればよいかを問い合わせる機構を備えている。特に特定の拡張に対応したデータについて利用可能な拡張の一覧を要求できる。 拡張のパケットは X コアプロトコルのパケットとよく似ている。X コアプロトコルでは要求、応答、イベント、エラーパケット内にそのパケットのタイプを示す整数が含まれている。例えば、新たなウィンドウの生成要求は1である。この整数の一部範囲が拡張用に予約されている。クライアントがサーバーとのコネクションを確立しようとしたとき、 サーバの取り得る応答としては、受理するか、拒否するか、認証を要求するかのいずれかである。認証要求には、使用する認証手法の名称が含まれる。X コアプロトコルでは認証プロセスは規定されておらず、使っている認証の種類に依存する。さもなくば、サーバー単に受理パケットか拒否パケットを送るだけである。通常のクライアントとサーバーのやり取りで認証に関わる。 要求はホストによるアクセス制御ホストベースドアクセスメソッドだけである。クライアントはこの認証手法を有効にする要求ができ、接続を認可されているホストの一覧を読んだり変更したりできる。一般のアプリケーションはこれらの要求を使うことはない。これらを使うプログラムとしてコストがあり、ユーザーやシェルスクリプトがアクセス可能ホスト一覧を読み書きできるようにする。 コストによるアクセス制御は安全ではないと言われている。多くのクライアントプログラムはザリブというクライアントライブラリーを通して X サーバーと通信する。クライアントは一般にゾア、モチー t GTK、GT キューティーといったライブラリーを使うが、これらも X サーバーとの通信にはザリブを使っている。ザリブを使うことで以下のようになる。ザリブを使うと クライアントは応答とイベントの観点で同期的に動作可能となる。ザリブでは要求を送信すると適当な応答があるまでブロックする。言い換えればザリブを使っていないクライアントがあったとしたら要求パケット送信後に応答を待つ間に他の処理が可能である。ただしクライアントがマルチスレとかされている場合はザリブを使っていても同様のことが可能である。X サーバーは 非同期にイベントを送信するが、ザリブはイベントをクライアント内の Q に蓄積する。クライアントは明示的にライブラリー関数を呼び出した時だけその Q 上のイベントにアクセスする。言い換えれば、クライアントがあるイベントを待っている場合、強制的にブロック、またはビジーウェイトとなる。ザリブでは要求をサーバーに即座に送信せず、アウトプットバッファーという Q に蓄積する。 その内容が実際に送信されるのは以下のタイミングである。ザフラッシュなどのライブラリー関数を使って明示的に送信を要求したとき、X サーバからの応答を待つ必要のあるライブラリー関数を呼び出したとき、イベント級にイベントがあるか問い合わせたときで、かつブロックするような呼び出しをしたとき、XT のような上位ライブラリーではイベントに対応した。 コールバック関数を使うことができる。つまり、上位ライブラリーがイベント級を常時監視し、必要に応じて適切なコールバック関数を呼び出す。また、ウィンドウの細描画が必要となるようなイベントは、XT 内部で処理される。XCB などの階レベルのライブラリーは、プロトコルへの非同期アクセスを提供し、0点心平効果が大きい。X ウィンドウシステム、 コアプロトコルでは、クライアント間通信は規定されておらず、Window を使って GUI に一般的に存在する視覚的要素をどう実現するかも規定していない。GUI 要素は、ウィジェットツールキットと呼ばれるクライアントライブラリーで実装される。クライアント間通信は、ISCM や FREEDESKTOP.org の仕様など他の標準でカバーされている。 クライアント間通信は、セレクション、カットバッファ、ドラッグドロップと関係がある。これらはユーザーが利用するウィンドウ間のデータ、転送手法である。ウィンドウが他のプログラムに制御されている場合もあるため、データ交換のためのプロトコルは必須である。クライアント間通信は、X ウィンドウマネージャーとも関係がある。ウィンドウマネージャーは、ウィンドウ群の見た目を制御し、 GUI としてのルックフィール全般を制御する。他にもクライアント間通信に関わる問題として、X セッションマネージャーが関与する部分がある。ユーザーセッションの開始方法も、X コアプロトコルではカバーされていない。通常、X ディスプレイマネージャーが自動的に行う。しかし、ユーザーがザネットやストルテックスプログラムを手動で起動してセッションを開始することもできる。 ありがとうございます。